お手伝いは最近本編でも出番が増えて調子に乗ってるじゃなくて活躍中の白石みのるさんです。パチパチパチ。いや調子に乗ってるつもりは、あ、アシスタントの白石みのるです。よろしくお願いします。さて、毎回たくさんのハガキをいただいてるわけなんですけど、今日は東京都の USS 加藤さんからのお便りです。職業2位、一人で50通も送ってきてますね。きっとかわいそうな人なんでしょうね。それはさておき、おはがきです。あきらさん、みのるさん、こんにちは。本編猫なたちゃんはネトゲーをたしなんでいるようですが、あきらさんもこういうゲームで遊んだりしてますか？ちなみに僕はネカマプレイで充実した毎日を送っています。わー、あ、だだだだだだ。ネトゲー、ネットゲームですね。あいにく僕はやったことないんですけど。うん、でもやんない方がいいよ。バッサリと言ったな今日も。そうなんですか。どっぷりハマって人生どっか置き忘れちゃう人が多いからね。私も一時期やばかったわ。時間があったらインしまくって、延々と狩りしたり PKK やったりで忙しくて。若い頃はね。若い頃ってっていうか、いろいろ意味わからない単語が続出してるんですが。わかんなくていいのよ。まあ視聴者でも反応が真っ二つに分かれるだろうし。とにかくプレイしてたんですよね。あ、じゃあアキラ様はそういうゲームで何か思い出とかありますか？あ、はい、ありますよ思い出。初心者の頃はよくわからなくて困ってたら、いろんなベテランのお兄さんが助けてくれたんです。すっごい高い防具とか、レアアイテムとかたくさんくれて、アキラ感激しちゃいました。そうですか。とっても楽しいから、みんなもぜひプレイしてみてくださいね。あ、もう時間になっちゃいました。バイビー。では次回お会いしましょう。っていうか、そういうゲームではモテモテなんですね。あれ、アキラ様、どうしました？38ページ12カット。はい。ネタかってどれじゃい、これ。今日はそこに怒るんですか？私はアキラだっつーの。いや、まあ確かにそうなんですけど。責任者帰ってこーい。いや、ちょっと、監督、あ、いや、プロデューサーの方がいい、プロデューサーの方がいい。ちょっと、アキラさん、落ち着いてくださいと。お願いしますから。それならさ、はい、白石みのるの名前を、違う名前にするとかさ、ね、例えば、すー